はい、健康生活チャンネルの海老原孝弘です。今回はですね、牛乳や乳製品では骨は強くならないということについてお伝えしたいと思います。で、あなたは骨折をしない体を作りたくはないでしょうか。特にですね、閉経した後の女性はですね、女性ホルモンの欠乏によって急速に骨粗鬆症が進んでしまって骨折しやすくなってしまいますので、骨折が怖い方はやっぱり多いと思います。ですので、じゃあ何でね、骨を強くしようかなっていうふうに考えた時にやりがちなのが、牛乳とかチーズとかヨーグルトなどの乳製品を取り始めることなんですね。でも実はですね、牛乳とか乳製品では骨を強くすること、骨粗鬆症を改善することはできないんですよ。で、それは今回ですね、研究結果から分かったんですね。ですから、あなたがもしも骨が弱いとか骨粗鬆症だと言われたことがあるのであれば、それは牛乳とか乳製品ばかりの対策になってしまっていたからかもしれないですよね。ですから今回はその研究報告のご紹介とですね、なぜこの牛乳とか乳製品で骨を強くすることはできないのか、その理由と対策についてお伝えしてますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容ダイエットにとても効果的な食事や生活習慣の情報を毎日お伝えしてますので、お見逃しがないぜひまずはチャンネル登録をお願いします。ということで、牛乳や乳製品では骨は強くならないということについてお伝えしたいと思います。で、骨を強くしたいなら、まずは牛乳とか乳製品というのは、まあ多くの日本人が持っている認識だと思います、意識だと思います。まあ、やっぱりね、最初はやっぱり牛乳と思いますよね。1日1杯の牛乳で骨を強くしようみたいな、そんな感覚ってあるじゃないですか。やっぱり多くの方がこの牛乳乳製品を飲んでその対策をしているんですよね。でもこれなんでかっていうと、学校給食でもね、毎日牛乳飲みますし、牛乳とか乳製品の会社がですね、もうそのコマーシャルでやっぱよく言うんですよ。骨を強くするならもう牛乳とかね、チーズとかヨーグルトとか、まあ、これは昔から言ってますし、病院からもですね、あなたは骨が弱いからね、牛乳とか乳製品とかでカルシウムをちゃんと取りなさいというふうに教育され続けてきたからなんですね。ですが、実は牛乳には骨を強くできない理由、むしろ骨を弱くしてしまうようなリスクがありますので、必ずしも骨にいい食品ではないんですね。で、それはですね、私は以前から知っていましたし、動画でもねお伝えしていたんですが、まあなかなかね信じていただけない部分ではあるんですよ。やっぱりもう歴史がねある程度ありますから、そんなに長いわけではないんですけども、ある程度やっぱりその飲み続けた歴史がありますので、やっぱりそのなかなかすぐ信じれるものではないんですよね。しかし今回ですね、研究報告という形でご紹介できますので、もう研究の結果から分かったことであれば結構信頼性が、ね、あるじゃないですか。ですから今回こそはね、分かっていただけるんじゃないかと期待しているところなんですね。ということでご紹介しようと思いますが、まずこの研究報告をお伝えしてですね、その後でこの理由と、そして別のね、何でそのカルシウムを取ったらいいのか、骨を強くしたらいいのか、そういった対策についてお伝えしていきたいと思います。で、この研究ですね、これはアメリカのジョージ・メイソン大学からのもので、全国の女性の健康に関する研究からですね、公開されているデータがあるんですが、そのデータを使って解析したものですね。で、その内容としてはですね、閉経期のもう生理が終わったですね、終わるですね、移行期間中の女性の乳製品の摂取量とですね、腰椎といってですね、腰のところの背骨ですね、そして大腿骨の頸部といって、大腿骨というのは、まあ、太ももの骨なんですけども、これの一番ね、その付け根の部分、股関節に近い部分が大腿骨頸部っていうんですが、この部分の骨密度の変化と骨折リスクを比較したものなんですね。だからその牛乳乳製品の摂取量とですね、この骨折リスクを比較したものなんですね。で、まあ、これですね、その腰椎とかその大腿骨頸部って、まあ、骨折が多い部分なんですよ。この腰椎で、まあ、腰の方の、その腰のね、一番下の、背骨の一番下というか、まあ、腰のところの背骨なんですけども、この部分って、例えばですね、椅子にドーンと座ったりだとか、尻もちをつくとか、こういったことですね、圧迫骨折といって、なんていうのかな、背骨ってね、その、まあ、ダルマ落としみたいなのが並んでるようなもんなんですよ、この、パーツがね。そこにですね、ドーンとの荷重がかかっちゃうと、この衝撃でね、割れちゃうんですよね。この背骨がバーンって弾けちゃいますので、まあ、こういう骨折が多いんですよね。まあ、結構骨がもろくなりやすい部分なんですよ。で、そしてですね、大腿骨頸部というのは、結構細い構造になってるんですよね。人間の、まあ、ほぼ全体重を支えるところではあるんですが、めちゃくちゃもろい構造になっていますので、その頸部というかですね、頸部って首っていうことなんですが、まあ、首のようにですね、細くなってしまっていますので、まあ、折れやすい部分なんですよね。ですから、この部分の骨密度が、ね、下がっちゃうと骨折リスクが上がっちゃいますので、この牛乳乳製品を摂取している方がですね、この骨密度と骨折リスクがね、まあ、もし上がってるんだったら牛乳乳製品は骨折しにくくなるんですよってことが分かりますし、もし変わっていないんだったらあんまり効果ないねってことが分かりますよね。ですから、これを比較したものなんです。そしてその結果がどうなったかっていうと、骨密度の変化に大きな差はなくてですね、そして
して骨折リスクの差においてもこの差がですね観察されなかったんですね。これびっくりですよね。つまり乳製品の摂取量はですね、大腿骨とか背骨のね、その腰椎の骨密度の低下にも骨折リスクの低下にも関連していないことが分かったんです。じゃあ今まで牛乳を取ってきた、チーズを取ってきた、ヨーグルトを頑張って取ってきた、この意味って何だろうって思いませんか？ですよね。私結構その骨折したくないからもう骨粗鬆症にならないためにね、牛乳はもうできるだけ頻繁に飲むようにしていたんですけどっていう方とかですね、もう宅配でね毎日その1本ずつ牛乳が届くようにしてますから、そのもう特にそのカルシウムが、ね、たくさん入っていてもう骨太みたいな牛乳をね毎日飲んで対策していたんですけどみたいな、そんな方も多いでしょうし、もうチーズはねやっぱり健康にいいから毎日ね頑張って食べるようにしていたんですけどって方もいらっしゃるんですよ。そしてヨーグルトもね、その便秘解消にもいいしカルシウムも取れるからね、骨折もいいと思ってですね、ヨーグルト頑張って毎日取ってたんですって方もやっぱりいらっしゃると思うんですよ。そんな方がね、そんな今まで取ってきた意味って何だろうっていうことになりますよね。ですがこの研究結果がですね、今回の研究結果はそういったことが意味なかったんだよってことを言っているんですよね。ですので骨折とか骨粗鬆症を防ぐためにこの牛乳とか乳製品を頑張ってそのたくさん取るってことは間違いかもしれないんですよね。でもだってその牛乳ってねカルシウム多いんだよね。だってカルシウム取れば骨は強くなるはずなんだから、牛乳飲んだら骨は強くなるはずでしょ。それとも牛乳は本当はカルシウムって入ってないんですかっていう方もやっぱ多いと思います。いや確かに牛乳はカルシウム豊富に含まれています。しかし実はですね、このカルシウムだけでは骨は強くなるわけではないですので、牛乳には骨を強くできない理由があるんですね。そこに理由があるんですね。で骨を作るためにはカルシウムとタンパク質が結合してアパタイトという組織を作ってですね、聞いたことあります？アパタイトってなんかその歯磨きの、ね、CM とかありましたよね。っていう組織を作ってですね、それが骨を強靭なものにしているんですよね。でまたこれらの材料だけで骨を作ることってできなくて、亜鉛とかマンガンとか、ホウ素です。そしてビタミン B6 とか、ビタミン C とか K などのビタミンとミネラルが酵素として骨を作る働きをしているんですね。ですからこれらの栄養素が不足していると骨というのは強くなれないし作られないんです。だからこういったバランスもとても大事なんですね。ですがこれだけじゃないんですね。牛乳にはもっともっと大きな罠があるんです。それはマグネシウム不足なんですね。でマグネシウムというのはミネラルの一種なんですが、これもカルシウムと共にですね、骨を強く作るために必須の栄養素になります。しかしこの牛乳にはですね、このマグネシウムが極端に少ないですので骨を作れない状態になってしまっているんですね。で骨を作るためにカルシウムとマグネシウムには必要なバランスというものがあってですね、それが保てていないと強い骨ってできないんですよ。でそれはカルシウムが2に対してマグネシウムが1または1対1ぐらいの比率になります。ですからせめてカルシウムの半分ぐらいはねマグネシウムが含まれていないといけないんですよ。しかし牛乳に含まれているマグネシウムはカルシウムのなんと10分の1しかないんですね。とてもじゃないけど骨を作る必要量には届かないんです。でまたマグネシウムは骨を作るだけじゃなくて酵素としても重要な働きをしますし、体内のミネラルバランスを調節したりストレスを代謝する働きもありますので、まあ、とてもとても重要な働きをする栄養素なんですね。しかしそれが絶望的に不足してしまう状態になってしまうんですよ。もう本当に深刻なマグネシウム不足になっちゃうんですよね。で、もともとね、現代人っていうのはマグネシウムがね、本当に、すごく不足している状態だと言われているんですよ。まあだからそのストレス代謝もできなくてね、ストレス社会になってしまっているんですが、このマグネシウムが足りないとですね、エネルギーを作り出すことができませんので、まあ疲れやすいとか、眠いとかね、なかなか体がだるいとか、そういった症状も出ちゃうんですよ。で、こういった症状をお持ちの方って結構多いんですよね。どうしても眠気取れないとか、だるいとか、そういう方って結構多いんですが、あとはストレスが抜けないとかね、こういったが多いんですが、そういった方はマグネシウム不足の可能性結構高いんですよ。ですからこのマグネシウムは日頃からですね、たくさん取っておくことが必要なものになるんですよね。でもそこにね、牛乳でカルシウムばっかり取ってマグネシウム足りないからですね、そのマグネシウムどんどん足りなくなっちゃうんですよ。でストレスでも減っちゃいますから、そして甘いもの食べても、ね、減っちゃいますから、もうどんどん減っちゃうんですよね。なので強い骨が作れないんですよね。でまた牛乳は骨を強くするどころか逆に脆く弱くしてしまう理由もあるんですね。でそれは牛乳にはですね、リンと動物性タンパク質が多いためなんです。牛乳に含まれるリンとタンパク質は酸性の物質なんですよ。アルカリ性と酸性ってありますけれども、この酸性の物質ですので体内に入ると血液を酸性に傾かせてしまうんですね。でそうすると起こってくるのが脱
介入という反応なんですね。で、健康な状態では血液は弱アルカリ性に保たれています。しかしリンやですね、動物性タンパク質などの酸性の食品を摂りすぎると血液が酸性に傾いてしまうんですね。で、血液が酸性になるということはその生命活動上においてですね、人間が生きる上において非常に危険なことですので、体は何とかして中和しようとします。じゃないと生きていけないんですよね。じゃあどうやってこの弱アルカリ性に、ね、酸性に傾いてしまったものを弱アルカリ性に戻していくのかっていうと、体の中からアルカリ性の物質を取り出してきてそれを投入することでね、中和していくんですが、その時に何が使われてるかっていうと、骨とか歯をですね、分解して取り出したカルシウムなんですよね。カルシウムってアルカリ性の物質ですから、このカルシウムを体内から取ってきて中和するんですよ。ですから牛乳や乳製品は骨とか歯を丈夫に作ることができないばかりか、脱解という働きによって逆に弱く脆くしてしまうというリスクがある食品なんですよね。っていうふうに思いますよね。骨を強くするつもりでね、その取っていたのに骨も弱くしちゃうなんておかしくないと思いませんか？そうですよね。でもそれを今までやってきてしまっている方が多いので、今これだけね、その骨折する方って多いんですよ。で、また脱解が進みすぎるとですね、骨粗鬆症だけじゃなくてアレルギーとかリウマチなどの自己免疫性疾患やめまいとか転換とかですね、 ADHD や自閉症、うつや不眠症、脱毛症、前立腺肥大、子宮内膜症、月経前症候群などの、内分泌性の異常とかですね、アルツハイマー病とか糖尿病とか動脈硬化とか腎臓結石とか白内障などなど、まあ、非常に多くの疾患を引き起こしてしまうというふうに考えられているんです。だからですね、この牛乳や乳製品を取ることで起こっていくの脱解という作用は本当に怖いものなんですね。じゃあですね、牛乳がその骨とかね、歯を、強くできないことが分かったと。ならないですね、その、だったら代わりに何を食べてね、骨を強くしたらいいのっていうふうに思いますよね。で、そこで最もおすすめしたい食べ物はですね、色の濃い野菜なんですね。で、色が濃い野菜には豊富なカルシウムの他にもですね、とても大切な栄養素がたくさん含まれていますので、とてもおすすめの食材なんですよ。で、例えばですね、ブロッコリーとか、小松菜とかからし菜とかですね、カブの葉などこういったものはですね、こういったその色の濃い野菜にはですね、カルシウムとのバランスに欠かせないマグネシウムも豊富に含まれていて、他にもですね、発がん物質を抑制する物質とかですね、食物繊維なども豊富に含まれています。ですから牛乳よりも骨を強くしますし、さらに栄養面で強化することができるんですね。で、多くの研究でですね、牛乳乳製品取りすぎはね、健康的に良くないよってことが分かってますし、逆にこの野菜類とかですね、結構取れば取るほど、この食物繊維取れば取るほど健康になるってことが分かってますし、痩せることもあとは分かってますので、この色の濃い野菜はね、できるだけたくさん取っていただきたいんですよね。で、また海藻類もおすすめになります。で、海藻類もですね、カルシウムが豊富で、なおかつマグネシウムもね、かなり豊富に含まれていますので、バランスがいいですし、カリウムとか鉄分とかのね、ミネラルもとても多いんですね。で、また海藻類に多く含まれている水溶性食物繊維は血糖値の上昇を穏やかにしたり、コレステロールを下げてくれたり、便秘を解消してくれる効果もありますので、まあ、結構女性にもね、嬉しい、食材なんですよ。ですからこの海藻もね、食べる方は結構少ないんですけども、結構バクバク食べていただきたいんですよね。で、その他にもですね、大豆製品とか小魚などのね、カルシウムが豊富なだけじゃなくて、強い骨を作るためにとても重要な働きをしていますので、大豆製品とか小魚なども摂ることが必要ですね。まあ、ですので、野菜とか海藻類とか大豆製品とか小魚ですね、こういったものもね、ちゃんと食べていただきたいんですが、じゃあね、野菜と海藻類と、あとなんだっけ、何取るんだったっけ、あ、忘れちゃった、あ、大豆もあった、あとなんだっけ、あと一つあったんだけどな、みたいな、そんな苦労をね、もう買い物に行くためにね、するのはやっぱり大変だと思います。で、そこでね、思い出すのに役立つのが孫は優しい食事というものなんですね。で、孫は優しい食事というのはですね、こういった体にいい食材のね、頭文字を取った言葉で、まは豆で、ごはご、ごはごまで、わはわかめ、海藻類で、やは野菜、さは魚、しはしいたけ、きのこ類ですね、そしていは芋というふうにですね、体にいい食材の頭文字を取った言葉になります。で、この孫は優しい食事をですね、一日の中でですね、全部そのこの食材がね、全部含まれているような食事をメニューを考えていただくことで、とても栄養的にバランスのいい食事を作ることができるんですよ。
で、このね、豆はね、そのさっき言った大豆製品ですよね。ですので、カルシウムももちろん含まれていますし、マグネシウムも入ってますし、ここもね、ごまもマグネシウム入ってますし、わかめ、海藻類もね、さっきご紹介しましたよね。で、野菜はもちろんそうですし、魚はね、まあ、この動画ではご紹介していませんが、その体にとてもいい油を含んでいるんですよね。まあ、動物性タンパク質ですので、やっぱりその多少酸性には傾ける、効果はあるんですが、他にもね、そのアーカイセン物質取ってますので、そんなに気にならない程度になるんですよね。量も多くないですね。ですので、まあ、魚ですね。そして、シワ、シイタケ、キノコ類、これは食物繊維が豊富ですから、これやっぱり健康的にいいですし、芋もね、あのビタミン C が多かったり、食物繊維もこれもやっぱり多いですから、やっぱり健康的にいいんですよね。で、これらを取ることですね、これを1日の食事で全部取ることで、ビタミンとかミネラルとか、その他の栄養素についてもですね、バランスよく取ることができますので、カルシウムはもちろんですね、マグネシウムも、ビタミンもミネラルも、強い骨を作るために必要な栄養素がバランスよく整ってくれて、脱会を起こしてしまう動物性タンパク質はかなり減らすことができますので、骨を弱らせてしまうことも防げるんですよね。で、今見た食材をね、その食材で料理考えてもらうとですね、まあ、そんなにお肉だけのね、お肉とかもお魚だけの食事とか、まあ、動物性タンパク質だけの食事になりにくいじゃないですか。やっぱりその牛乳とね、パンとか、お肉とね、牛乳飲むとか、チーズ取るとか、そういったものを考えてしまうと、動物性タンパク質と動物性タンパク質ですよね。で、どんどん血液は酸性に傾いてしまって、脱解が進んでしまって、骨は弱くなっちゃうんですよ。ですから、この孫刺し食事に変えてもらうことでですね、まあ、そんなに動物性タンパク質が多くないですから、植物性タンパク質を豊富に取ることで、体をどんどん健康的にすることができるんですよね。そして、骨に必要な栄養素がバランスよく整いますので、骨を強くすることができるんです。ですから、強い骨を作ってですね、骨粗鬆症とか、骨折を防ぎたい方は、ぜひ今日からですね、孫刺し食事を始めていただきたいと思います。で、孫刺し食事についてはですね、別の動画で詳しくお伝えしていますので、タイトル下の説明欄にそちらの動画の、リンクも貼り付けておきますので、ぜひご覧になってください。で、また、牛乳とか乳製品にはですね、他にも多くのデメリットがあることが研究結果から分かっています。で、そちらについてもですね、別の動画でまた詳しくお伝えしていますので、これはね、再生リストという形でね、いろんな動画を集めたものを、作っていますので、まあ、そちらもリンクもね、下の説明欄に貼り付けておきますから、こちらもご覧になってください。で、牛乳とかチーズとかヨーグルトなどの乳製品は、まあ、テレビ CM とかでね、健康効果がずっと謳われてきたものなので、まあ、多くの方が完全栄養食品でね、牛乳にとっておけば健康になれるというイメージを持っています。しかし、間違った取り方をしてしまうと、今回の研究報告の分かるように効果がない場合もありますので、正しい知識で健康な体を作っていただきたいと思います。もし私の整体院とかサポート付きのファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の話が役に立った方は、感想のコメントとか、高評価いただけると嬉しいです。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。